正直なんですよ。手をかけてあげればあげるほどいいものができます、うん、自分たちが作ったものが製品になって目に見える人に使っていただけるっていうことがすごく嬉しい、うん、みんなでこれ、みんなでこれを何とかしようですから、よいしょ、枝を足でコロコロコロって足踏めたらなって。なんか都会でやろうと思ったらこの葉っぱとか、うん、石とか持ってったらできそうな気がすごいします。いいな、気持ちいい。面白すぎるよ。葉っぱが綺麗。やっぱり森の豊かさ、それから、多様性が伝わることが一番大事かなと思います。せーの。残念。3回目の本ちゃんで、これもう最後だからね、うん、集中してやろうねって言ったら本当にできた。せーの。できたー。普段の生活の中でちょっと忘れてしまったかもしれない五感を、こういう体験の何かを通して一つの五感でも二つの五感でもいいから、あの指を起こしていれば、それでもうすごく価値があるんじゃないかなと、うん、これをこのまま大きくすればいいんですよね。重さをどうクリアするか、いろんな人が使ってくれると思うんで、うん、大事に大事に、うん、それこそ手入れとかまでしてもらいながら使ってもらえたら嬉しいですね。私たちが伝えたいのはやっぱり切っていいなっていうことですよね、うん。山作ってくれた人から箱作ってくれる人、それこそ製材してくれる人とか、そういう横のつながりができてすごい良かったなと思ってますね。やっぱり平方さんとか若い方が頑張ってるんで、まあ、バックアップをさせてもらえるので、ちゃんとできましたね。僕らが全部作っちゃうんじゃなくて、本当に一緒になって作れてる。だから本当に森の出番はそれをきっかけにみんながどんどん進化していくっていうか、紹介お披露目できた完成じゃなくて、ずっと作り続けていく。それこそこの山のいろんなアイテム、例えばまあ枝でも木でも木材でも積み込んで町に運ぶっていうコンセプト、すごく今回生かしていきたいなと思いますね。体験してほしいと思うのは若い世代ですね。どんどんデジタル慣れしてる、デジタルネイティブな世代に、自分たちの暮らしが常に関わってるんだよってことにまず気づいてもらいたいっていうのと、まあ、さらにその本当の木の良さっていうのが、なんとなく紙でしか分かってないこととか教科書でしか習ってないことを実体験で感じてほしいっていうところです。